はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、上からのコースで撮っております。かわいいですね。はい。えー、皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。まあ、なんというかね。はい、えー、獣です。はい、獣の時代に突入しております。はい、まあ、言われなくてもわかってるよという皆さん。はい、日本人が獣化しております。 はい、えー、自分の感情を抑えられない、自分の衝動を抑えられない日本人が激増しております。はい、えー、前はね、一週間に一遍こういうようなニュースにな,なるっていうのがあったんですけど、今はほぼ毎日です。はい、一つは、えー、神奈川県のね、 えー、とある病院で、はい、えー、職員の男が、ああ、同じところで働いてるね、職員の女性を、おまあ、お刺しになってしまったと。お刺しに。はい。えー、まあ、わかりますよね。歯のものでね、歯のもので、お刺しになってしまったと。まあ、とりあえずね、怪我はしてるんですけど、命に別状はなかったということで、まあ、ほっとしたん、 とは思いますけど、えー、もう一つね、やっぱり、もうこれもね、あのー、本当に獣です。はい。獣です。獣物です。えー、何がかというとね、えー、これは千葉でございます。関東多いですね、こういうの。はい。これは千葉でございます。千葉で何があったかというと、えー、これすごい有名な銀行ですね。もう銀行名も書いてあります。三井です。はい。三井住友,住友銀です。 ここの銀行の行員さんですね。が、酔っ払ってですね、酔っ払って、路上で、路上でですよ。はい。えー、に、二十歳ぐらいの女の子に襲いかかったと。はい。で、まあ、すぐにね、この女性を振り払って逃げたみたいでよかったんですけど、えー、で、えー、とりあえず捕まりました、この男。で、なんて言ったかというと、 いやー、酒を飲んで嫌らしい気持ちになってしまったと。で、ついついやってしまったと。嫌らしい気持ちになったからって行動に移しますかってことですよね。理性のある人間は。よっぽどぐでんぐでんにね、酔っ払っていたらまあ別でしょうけど、 そう、まあ、ぐでんぐでんではないですよね。だって変な話ですけど、ぐでんぐでんだったら襲えませんから。はい。ぐでんぐでんだったら女性を襲えません。はい。えー、そういうことでございます。えー、もうけ、獣化しているとしか言いようのないような事象が、一日にね、何度も何度もこうやって、事件になってで出てきてるんですよ。はい。 えー、まあ世界中であるんでしょうけどね。世界中の人間がね、獣化してるんでしょうけど、本当六666の時代だなと思います。はい。えー、弥勒の時代でございます。はい。えー、獣化でございます。はい。えー、わかりますかね。これね、異常ですよ、異常。で、えー、昔は本当にね、週に、まあ、1週間に一遍こういうことがあるかないかで、 あったらあったでね。まあすごい、あの、一週間ぐらいワイドショーをね、えー、あだあでもない、こうでもないって賑わわせていたっていうのがちょっと前なんです。10年ちょっと前の話ですけどね。えー、でもって今は毎日のように複数件こういうのが起きてるっていうことなんですけど。まあすごいですよね。あの、本当に、あの、これ言ったら、あの、ね。 あれなんですけど、でも日本人ね、劣化してますよ。はい。昔と違ってきました。劣化しちゃってます。えー、本当に、あの、自分の感情とか自分の欲望、抑えられないっていう人間が増えすぎです。おかしいと思わないといけません。はい、増えすぎでございます。 まあなんで増えてるかはね、皆さん分かってると思うんですけど、えー、まあね、何かが原因で頭のネジが突破ずれてる人が非常に多くなってきているということですよね。 なんでね、未だにね、日本人は優秀だ、こういうことするのはね、在の日地の人だけだっていう人間違ってます。はい。えー、日本人が、はい。えー、純粋な日本人が食べてますから。はい。で、頭のネジ突破ずれてる人もすっごい多くなってますから。はい。そういうことです。えー、お祭り参加して食べちゃってますから、いっぱい。純粋な日本人。 えー、未だにそういうことを書いてくる人がいるんですよ。これ、えー、人種関係ないですからね。人種関係なく、まあ、食べてお祭りに参加してね、もう何度も何度も参加したらね、えー、頭に来ちゃいますから、頭の方にね、脳の方に行っちゃいますんで。えー、なんでね、えー、当あのー、そういうことではないですからね。はい。えー、まあ、ほんと、地道にね、 地道にデトックスするのが、まあ一番でございます。はい。地道にデトックスしてたら、まあこういうことにはなりませんよねっておいうお話ですね。はい。えー、デトックスです。えー、で、えー、まあね、ああいったね、えー、何かお祭りのようなものにこう参加されてない方もね、やっぱりデトックスは必要ですよ。はい。えー、死がありますから。 まあ、私のね、えー、先日のコメントの中でも、なんか、死刑でね、えー、食べてないはずなのに、死刑でね、えー、ちょっと、あのー、様子がおかしくなってる人とかいますよ。はい。いわゆる、ぼーっとしてる人ですね。ぼーっと成人、死刑でぼーっとしちゃってる人。頭が働かなくなってる人。えー、いらっしゃいます。事実です。 なので、まあ、お召し上がりになってない方、方、お召し上がりになってないから大丈夫って言ってる方、あ注意しないとダメですね。はい。もう、こういうものを防ぐには、もう、デトックスしかないんですよ。デトックスとね、あと、麺の液をあげるのにね、まあ、乳酸菌とか取ったりとか、まあ、そういうことを地道にやっていかないといけないんですよね。はい。地道にね。 出ないと、まあ、影響されたりとかね。えー、まあ、コメントにあったようにね。なんか知らんけど、ぼーっとすることが多くなったとかね。えー、まあ、そういうことになってしまうわけなんですよ。はい。で、食べてね。何もしてない人はよ、あの、何度も食べてですよ。何度も食べてね。えー、まあ、何もしてない人は、本当にあの、獣化してきますから、今後ね。はい。 えー、ぼーっとしたりとか、もう欲望が抑えられなくなっておかしくなってしまったりとかね。えー、そういう人間が本当に増えてきてますから。はい。えー、これ嘘でも何でもないですからね。はい。あの、本当に欲望が抑えられなくなってきてる人間多いです。えー、あまりにもこういった事件が多すぎます、最近は。はい。えー、そこら辺は皆さんもわかりますよね。 えー、10年ちょっと前と比べたら、もうとんでもない件数起きてます。まあ警察の方も大変だと思いますけど。えー、そういうことです。こちらのね、記事も貼っておきますので、皆さん見に行ってください。えー、大手銀です。大手銀って割とね、就職するとき身元調べますんで、えー、しっかりしたね、きちんとした身元の人じゃないと銀行は入れません。 はい。そういうことです。そういった銀行員でも、おこういうことをやらかしますよということですね。注意、一秒けが一生でございますね。はい。それでは、頑張りましょう。頑張りましょうね、皆さん。沖縄、おばばでございました。に